すいません。バグで落ちました。ただいまです。2018年2月の22日、22日、えー、っと、2月の22日、えー、3時4分です。よろしくお願いします。皆さん、音声、映像、問題ないですかじゃあ、枠待ちましょうか。なんかね、あのー、ふわっちはね、ダメなんだよね。 いや、いいじゃん、いいじゃん。なんか新しい風吹くかもしれないから。まあまあ、消えろなんて言わないでさ、見守ってみようよ。まあ、ケミストリーが起こる可能性もあるからさ。消えろ。うん、いやいや、飲んじゃん。飽きた。いや、俺、あれ全く知らないもん。誰だか。なんかあれでしょなんか、口うまいタイプなんでしょ わかんないけど口うまいタイプって聞いたよいやなんかリスナーさんだって言ってたねあ来た来たあ仕事があるんではいおやすみなさいお待たせしました お疲れれ様です。で、どういったご用件でいや、あなたが私のこと知らないとか言ってね、なんか、いや、お前誰だよみたいな。え、配信じゃないよ。え、だからあなたが、私もね、あなたのこと知らなくて、たまたまね、今ね、なんか、他の枠で上がってて、あなたがしてたから上がっただけです。うん、あ、そっかそっか。あ、そうです、そうです。うん。 でも知らない人がだって知るはずなくないなんで僕があなたのこと知らないのが普通じゃんあ、普通ですよ普通普通だからあなた、うん、あなたどんな人なんかなと思って私はあなたがたまたまね、うん、コラボ枠してたから上がっただけですよ、うんうん、え、うん、じゃあ要件はないってこといやないですあなたがどんな人なんかなと思って上がっただけですええー、要件ないとさすがにきついないやきついっすか いつ私がいいた <laughs> 高<橋>ねのハートねうんいやいやまあまあなんか要件があったらさ要件<あ>私はある配信者のね詐欺行為について私はいろんなところで言ってるだけです誰が詐欺してんのいやそれをね言うのをやめろって言われたんでちょっとね言えないんですけど言えないんだ うんえじゃあもう存在意義がないってことあ別に私の存在意義とか全然ないと思いますよマジかよはい<だ> <laughs> じゃあただ迷惑のだけじゃんあすいませんなんか、うん、コラボしてたんでただ上がっただけなんでそういうことよろしい OK、うん、<laughs> いやいやおいや全然 OK じゃないって言ってんだよ OK <laughs> だよ、うん、お前は私のことも知らんしお前も私のことを知らんとりあえずお前が、うん、な コラボワークしとったから、私はアガットだけです。高橋から来ました。あざーす。うん。あざーす。ねと。なるほどね。はいはい。あなたなんか、ちょっと有名な人なんですか?。だから、知らないよ。俺が有名かどうかは。ええ。そんな気にしてないもん。そうなのよ。あなた、え。うん。きいきえ誰なババアよ、この。いや、まあ、だから、その、ババ気持ち悪い。ババアって言われると、ほら。ババア。 あのじゃあ,じゃあほそれはね若い子に言う言葉であって「ババア」っていうのはえだって「キモい消えろ」って横のね、うん、変なクソババアが今寄ってきたんでしょ、ね、そ,のそのクソババアっていう「お前の女か、うん、お前何結婚しとん」いや結婚はしてないんだけどねあ彼女そうそうそう彼女なんだけど、えー、気持ち悪い彼女がおるんや「消えろババア」とかいう気持ち悪い彼女がいるんですかあなたには「消えろババアって言ったの」とかいう気持ち悪い

あ、そういうことね。お姉さんって言ったら多分すごく機嫌が良くなる。お姉さんなんか私私に文句あるんかな？横のお姉さんは。いやあのね、うんと高橋さん。え、ちょっと話したい。お姉さんと話させて。え、のんちゃん話したいって言ってるけど話す？のんちゃん。なんか高橋さんが話したいって言ってるけど話す？うん。じゃちょっと話してくれる？のんさん。嘘。ただあの。 俺責任取らないからね自己責任やってよ,いいいよ,いいよあ、了解ちょっとお手柔らかにねお手柔らかに何でこんばんはあこんばんは何すかあなた私になんか文句あるんですかえ、文句はちがかけてきたんじゃないのいやお前がさっき言ってきたよね私に対して何ただババって言っただけじゃないババお前の方がババやろ何歳 何歳お前何歳40歳ぐらいかな47だけどえ四、ー、!?47 歳それよりは全然年下ですお姉さん全然年下って多分35ぐらいでしょう35だったとしてもね私があなたの年よりは年下ですよねだいぶ4あなたがあなたが47だったら私が35だとしたら一回り違いますよね12個差だよね うん、エトが被るぐらいですかさっきは、絡んでくんなって言ったんだよ私に対して<う>私に絡んでくんないやあなたに何で言われなくちゃいけないですか配信見ているからうざいんだよあ、私のこと見てくれてろいや私のことじゃなくて和藤さんの配信見てるのどういうこと えー、私みたいなババアが和堂さんにね絡むのが気に入らないってことですかそそう、その通へえー、そうなじゃあ配信やめさせたらどうですか自分がやめたらどうですか自分がやめたらってだってコラボワークしてたから私上がっただけなんですけどあなたの彼氏がね大事な彼氏がねそういうふうにねコラボするのをやめさせたらどうですか じゃあ早く落ちてくださいえなんであなたに言われなくちゃいけないんですかあなたねそういう男と付き合ってるのあなたですよね別に高橋を呼んだわけじゃないです呼んだわけじゃないってじゃあなんコラボワーで誰が上がってもいいんじゃないですかだって和道さんが私のことをね拒否拒否したら別に私は上がれなかったわけですよなんで時給が680円なの だって、私680円で時給で働いてるんですけど、コンビニで。大国枠うん、それどうでしょう。私はそういうふうに仕事してるんですよ。あなたなんかお仕事してるんですかしてないよ。えしてないうんなえ、じゃあ、な、何ニートうん。へえ、ー、ニートなんだ。じゃあね、和藤さんとはどういういなんですかリスナーだったんだけど。 リスナーだって、お付き合いを始めたんですか。うん、そうあ、ふわっちのあなたが、和道さんのリスナーだって。うん、まあ、お付き合い始めたっていうわけですか。そうだよ。ええー。そうなんだ。じゃ、ああなたは、ね、あのお付き合いするまでに、いろいろ花火とか投げてたんですか。うん。投げてた。ああ、なるほど。それってどうですか。ん。なんで。 ああの和藤さんのこと応援したいと思って投げてたんですかそう応援して投げてたなるほどあじゃあ大好きなんですね和藤さんのことがうんそうだよへえー、じゃあいいですね、うん、仲良しなんですね今でも、うん、あなた多分けどお金にされてると思いますよお金にされてるうん和藤さんにお金払ってないけど あなたは養ってもらってるんですかじゃあ今ん養ってもらってるへえー、あなたの魅力ってどこにあるんですかそんなにん頭がいいとこじゃないかな頭いいんですかうんあなたうんへえー、どの辺が頭いいように見えないんですけどうん高学歴だし高学歴うんあ。学歴がいいんですか今無職で、まあ、あ学歴はとりあえずいい。そう。 えー、で4何歳でしたっけ47歳47うん、えー、あすごい魅力的ですねうん、うん、なるほどねわかりましたあなたまあこれからもねじゃあね和道さんのことを支えて頑張っていったらいいんじゃないですかうんそうしますうん頑張ってくださいあなたえ何頑張ってください。 頑張ってください。あなたはえ何どこの言葉今はあ、耳聞こえてます？聞こえてるけど <laughs> 海外の人 <laughs> うんそうかもしれないですね<の>あなただいぶ頭いいようななんか人に見えないんですけどあなただいぶ頭いいですか本当にうんそうだけど、えー、じゃあなんか言ってください、えー、何についてじゃあ、答える 何について？あなたの得意分野でいい。うん、得意分野？うん。ないです。特に。特にないの？うん、ないです。あなたがじ言ってください。へえー。あじゃあ、ゃじゃ数学とかは？数学？うん。ね、まあ、数学は私勉強あまあとりあえず言ってみてくださいじゃ答えれる範囲で。三平方の定義ってわかる？ わからないです。あ、わからないんだ。うん。それはじゃちょっと中卒ぐらい。うん、はい。高校行ってないの？高校、ね、一応出ました。あ、高校一応出たけど、三平方の定義わかんない。わ、うん、からない。はい。ああ、じゃあ台形の公式ってわかる？わ <laughs> からないです。え、それ小学校だけど。え、わからない。そうなん。け、覚えてないですけど。え？ 大丈夫かお前。え？えじゃああの。あ、つ次お願いします。あじゃああの、うん、円の面積の出し方は？円の面積、えわからないです。え？マジかよ。<laughs> 大丈夫かよ？よわからないです。教えてください先生。え？じゃあ次行こうか。うん。 お母さん、早く教えてえー、じゃあ直角三角形の面積の出し方はわ、うん、からない教えてよえじゃあ正方形の面積の出し方、うん、これ分からわ <laughs> 分からないわからない教えてえー、正方形だようん分かんない大丈夫かよ なんで高校入れたの？わからない。多分このその高校おかしいんちゃいますか？子供はいるのに、自分もこう子供いるんだ。あいますよ。子供が今それ習ってるように、それより低いってことじゃ。子供ってえなんて小学生ってことですか？子供が。子供。うん。うん。私なんか別にうん頭おかしいんですよ。 <laughs> 大丈夫かよあすいませんあそあそれであのやっぱ680円ぐらいのところしか働けないてあそうあそうですあなたあなたみたいに無職の人には言われたくないんですけどね、うん、あなた高学歴で無職で、ねね、ただの配信者のひもなんですよね、うん、あなたはクソババアでね子供ももいないんですよねあなたうん ね、あなたみたいな人間に私のことをバカにされたくないんですけどえなんで働かなきゃいけないの働かなきゃいけない高学歴をじゃあね別にねあなた自分に対してね、うん、いろいろそういうふうに使えてないんですよねうん、うん、何で使んなことしてないのため、ね、になるようなことをできてもない仕事もしてないニートの分際で愛し子供もいませんそんな人に私をバカにされるの嫌なんですけどやめてもらっていいですかえ別に働かなくてもいいじゃん お金あるんだもん,、うん。じゃあいいんじゃないですかね。あなたは四十八歳までってもう子供もね、一生できませんよね。四十八歳で子供がいないになったらね。うん。うん、私はあなたよりね、この先幸せな人生を送ると思います。あなたに別にね、心配される必要もないですしね。あなたにバカにされる必要もないんですよ。別れますか。え小沢さんの底辺が幸せなの？小沢さん、小沢さんが別に幸せって言ってないんですけど。 あなたはね、そうやってね、いいね、学歴、自分がね、いい高校出て、そういうね、大学行ってたのかもしれないですけど、あなたはそれをね、別に自分のために使えてないんですよね、今、48歳にもなって。使ってるけど。え、何に使ってるんですかじゃあ。え、楽しく、絵描いてるよ。絵描いてるそれってな何かなってるんですか自分にな、自分にとって。え、楽しいじゃん。 うん、じゃあ、いいんじゃないですかそれで。そういう風に、あなたは、あ<や>じゃそれでね、幸せって思えるんだったら、あなたの幸せがそれなんですから、それでいいんじゃないですか、うん、ね。うん、うん。いいと思いますよ。ね、あたし、あなたはね、そういうね、なんか低学歴のね、時給が少なくて、ね、働いてる人を馬鹿にするんだから、あなたはそうやって遊んでね、絵でも書いて自分のね、そういう風に暮らしていったらいいんじゃないですか バカにしたのはそっちでしょえバカにしょにてたんでしょあなたがねお前頭悪いなって言ってバカにしてましたよね違うんですかまあちょっと上から見ちゃうかなうんですよねけどあなたは今ね今のあなたの生活にね,ねあなたのあなたは今ね自分それで本当に幸せなんですかうん幸せだけどんじゃあそれでいいんじゃないですか私も別にねあなたよりは 自分が幸せと思ってるんでえそのあの頭、うん、頭が悪くてもね別に私子供もいますしね自分で働いてねそれなりに普通の生活してるんですよあなたと違って普通の生活、ね、はい680円680円バカにするんですかあなたじゃいくら稼いでるんですかじゃあ,あなた仕事してるんですかし,してないよ うん、じゃあ,あなたそれ以下ですよねいやそんなことないと思うけどあじゃあ稼いでるんですかそれ以上にうんまあ家あるでしょ車あるでしょいや私,いや私家もあるし車もあるんですけど、うん、<laughs> すいませんけど東京都に住んでるでしょあ東京都に住んでたらいいんですかはいそれでいやもう資産価値が全然違うでしょ、ま、ず資産価値が違う、うん、あなたの持ち家なんですかじゃあそれはそうだよ えー、あなたが勝ったんですかいや別に最初からあったけどあったどういうことっすか親が立てたから <laughs> 車あるから <laughs> あじゃああなたはただ親のすねかじりですねかじりのニートのクソババアっていう解釈でいいっすかあもうん、いやすねかじりっていうか家がもともと金持ちだから働く必要ないじゃん うん、まあそれはそれでいいんじゃないですかじゃあ <laughs> あなたじゃあ今までなんで結婚え結婚してました今まで結婚しないけどあこあそういうあれもないんですね今まで四十何歳にもなって<え>じゃあ戻ったんですねすだいぶ結婚したらだって普通にねだってそんだけ家がお金持ちでね、うん、ある程度のお金があったらなんかお見合いとかあったんじゃないですかなかったんですか別に見合いしろとは言われるけど そんな底辺の男と付き合っててもじゃああなたが今一緒にいる男はすごい方なんですね、うん、じゃあその底辺の、うん、底辺の意味がちょっと違うと思うんだよね <laughs> えどういうことですかあなたはだってね経済的に底辺だと思ってるかもしれないけどはい自分が別に お金があるから、はい。別にお金がない男と付き合っても、うん、別に結婚するわけでもないんだから。えその年になって自分のなんかちょっともうちょっと考えたらどうですか、うん、あなたは？何を考えるの？まだギリギリ子供とか子供とかいらないんですか将来的に？うんいらないけど。ああなるほど。いらないよね。<laughs> なるほどね。すいません。じゃあ、なんか邪魔して。じゃあ、彼氏さんとね、これからもラブラブ生活頑張ってください。あなたはニートで、彼氏さんは配信者として、生活頑張っててください。680円でせこせこと働いて頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。うん、頑張ります。あなたに心配されなくても大丈夫なんで、さよなら。さよなら。落ちた。 逃げたぞわたさんわ終わったうんあ,あ、勝ったあいつに勝ったのった、ね、喧嘩強いんだね、のんちゃんねのんちゃん勝ったの,ったったのマジかそんな一面もあったのかのりこ勝ったのマジでマジで勝ったの、うん、え、ちょっと待って、俺聞くよ、うリスナーさんに、うん、えの、のんちゃん勝ったの ねえ、のんちゃん勝ったのえ、ちょっと待って、え、のんちゃんよくやったマジかよ底辺が落ちていったよ、<ー>底辺にマジか、勝ったんだ、すげえなのりこ喧嘩とつもできるのかあれ、もしもしはいあ、どうもご無沙汰です和尾さんに用がないんだけど、の,のりこ、なんだ今のえの、のんちゃんですかのんちゃんだよ、この野郎あ、まとめました、<る>すみません、ちょっと変わりますあ、のりこさん あ、出番です。はい、お願いします。すみません、なんか。お忙しいところ。のりこに用があると。こんばんは。あ、こんばんは。まさゆきです。まあ、さーゆきさん、こんばんは。はい、僕。うん。あの。僕五十歳なんですけど。うん。あの。のんちゃんさんって言うんですか。はい、そうです。 のんちゃんさんは和道とどういったご関係ですかね。えっと、お付き合いしております。真剣に。そうです。え、真剣に。真剣にお付き合いしております。こんなへたれやろうと付き合うのはおかしいと思うんですけど、どうですかね。へたれやろうじゃないですよ。優しくていい人ですよ。いい人なの。僕も割といい人なんですけど。うん、そうですか。はい。 あの、ちょっと見た目ではわかんないです。はい、お仕事は何されてるんですかあ。あ、僕、あの、配信業です。配信業。はい。ああ<ー>。最近。最近、和藤さんより人気なんですよ。そうなんですか。何で<や>、い本当に。和藤さんに聞いてみたら、わかると思いますよ。なんていう配信者さんですか。僕、ジェダイって言います。あ、ジェダイさんですか。あ、知ってます。はい、なお名前は。<laughs> いやいや顔見たって分かってなかったじゃないかよ、うん、顔は分かってないんですけど名前は聞いてましたよ <laughs> 50歳ですか,かはい、ねはい、なかなか男前じゃないですかありがとうございますそれで、はい、のんちゃんさん僕彼女がいるんですけど、はい、ただのんちゃんさんが今お金持ちだっていう話を直前でされていたのではい 最悪乗り換えてもいいかなって思ってるんですけどそ,その辺りに関してはどうですかねああちょっと今和道さんの方が好きなんで乗り換える気はないですねなんでなんで和道の和道のどこらへんがいいんですかあの顔が好きタイプなんですよ好みのタイプ顔顔顔、うん、はいあのより目のハゲのところが好きなんですよ なんかさ、わどってさなんか俺は分かってるんだぜ的なさ、うん、なんか俺は何でもお見通しなんだぜみたいなノリで喋るのがちょっとイラつくんだけどそんなことないですよそこが面白いわずとやってるところですよあそうなのそうやってイラっとさせるとリスナーさんが向きになるじゃないですか、うん、なるうんそしたら、うん、人がまたコメントをカタ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 ,カタ打,つ打つわけですよなるなるうん、うん あ、それわざとやってるのねそうわざとやってるんですそれちょっと意地悪じゃないえ、意地悪ですか意地悪だよコメントでもコメント増えて嬉しいじゃないですかコメント増えてまあね、うん、まあねえつらも増えるしじゃあそういった和藤ちゃんがかわいいんだそうかわいいかわいいあそうじゃあ、うん、一応じゃあ今日はのんちゃんっていうのをのんちゃん覚えといて うん、えジェダイっていうのは和堂さんよりイケメンでちょっとのんちゃんに興味があるおじさんがいるなって、うん、あどこ住んでるんでででるすか俺横浜だよ近いけど僕も僕両親と住んでるから、うん、あの両親と住んでるから、うん、ちょっと僕はそんなお金持ちじゃないんですけど、うん、ただ配信で。 稼ぎ稼ぐのであなんかお見合いしてるみたいですねそうだよね、うん、でもみんなから見たら僕とのんちゃんのが釣り合ってるんじゃないって思ってる人結構いると思うよそうですかね聞いてみなよどうですかリスナーさんそれで「売名」って言うけど、うん、ここに「売名してんじゃねえ」とか書いてあるけど、うん 売名していいよってワドが思ってるから俺のことあげたんでしょ、多分。そうですね。そうだよね。うん、売名はいいんだよって。ねちょうど年が近いから話したら面白いんじゃないかと思ってあげてくれたんだと思うんですけど。ああ、そっか。うんでもワドは俺と喋ろうとしてたから、あ手も。喋 <laughs> りたかったんじゃないですか。好きなんですよ、ジェダイさんのこと。俺、別にあのそんな好きじゃないから。 あ、そうなんですか。<laughs> ただ、なんだっけな。あ、延長がなんとかって書いてあるけど、これどうすればいいんですか。<え>延長していいんですか。延長は、わだ<れ>さん、ん自動延長。崩れしだともお前花火投げる。延長してるよ。あ、そう。延長、まあ。ねえ、延長するのも五十ポイントかかるんだぞって。うん それでノンちゃんさんどうですかこれあのコメント欄ちゃんと <laughs> 動いてますかねうん動いてますよあそうですかそれでなんか知らないけどみんなさんなんか金眉っていう配信者の査定みたいな感じで僕のことを見てるんですけどうん、うん、そういうことないですからね僕そうなんですか金眉さんのことは嫌いなんですかえ大好きです大好きですかじゃ じゃあ射程でもいいじゃないですか好きだったら嬉しいじゃないですか金梅さんみたいな大手の射程になれたらいやです僕は、うん、金梅みたいな寒い配信者よりももっと人気者になりたいですはいそうですかはいじゃあなれると思いますあのただ、はい、和文ちゃんもそうやって思ってると思うんでうんあのお互い頑張りましょううんそうですねで彼氏に言ってみてください。 お互い頑張りましょうって言ってますじゃあ今日はそのぐらいなんで一応、はい、あの挨拶だけしたかったんで上がってきましたあどうもありがとうございます、はい、じゃあまた来ますのでよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします、はいはい、失礼しますはい行っちゃったよジェダイさんジェダイさん行っちゃったのな、うん何だってどうしたの勝ったの か勝ったのジェダイさんに勝ったのジェダイさん結構強いんだよ、喧嘩凸。のんちゃん強いのえ、ね、みんな、ノんちゃん勝ったのジェダイさんにも勝ったののんちゃん。マジかよ。えぇ喧嘩凸、喧嘩凸強えののりコ勝ったののんちゃんそんな強かったのジェダイさんとか、高橋さんってなかなか強いんじゃないのみんな勝ったっつってるよ。 すげえな。そんな強えんだ。のりこのまた一面が出てきたな。マジか。最強だった俺より強いお、俺とどっちが強かった喧嘩突。マジで口説かれてたの。マジかよ。え、なにあの短いトークで惚れさせたの。惚れてるみたいだ惚れてた。やべえな。マジかよ。勝った応援したマジか。 すげえな。マジか。喧嘩トツ最強なんじゃねえのもしかして。え、他にいるのトツ上がってくる人。もう今日、今日は俺らの勝ちでいいの。すげえな、のんちゃんし主うかよ。うん。マジか。取られるマジでうん、それはないと思うけど。うん、ジェダイさん口説いてた。え、何それはオッケーになったの それはどうだったのうん。いや、のんちゃん褒めないと。今日はあれだな、赤飯だな。のりこの喧嘩カつ,つ祝いで。うん。会話聞いてなかったよ。うん。少し休みたかったから。もう終わり今日。え、じゃあ何俺は、なんだっけ、名古屋のキングさんに勝って、のんちゃんは高橋とジェダイさんに勝ったの。うん。 完全勝利ってことこんな日ある完全勝利の日。やったね。いや、リクエスト来たら全員あげてるよ。リクエストが来てないだけ。あ、のんちゃんの方がすげえんだ。マジかよ。参照だね。一日で喧嘩とつ参照ってこれすごいね、のんちゃんね。うん、お祭りだね。高橋が弱すぎた。うん。いや、いや、もう。 もう寝るよもうすぐ寝るよ俺もうすぐ、うん、みんなビビったぐらい強かった、うん、どこ住みか聞いてた、うん、楽しかったもういないっすか400名さんの中でいないこの中でいなかったら終わりにしようかえー、っていうかアイテムゼロのんちゃんがこんなに勝ったのにマジかよなんだそれ どこでもいいよ。誰でもいいよ。最後一人、俺ちょっと、最後一人論破したいわ。最後だ、一人だけ。高橋追いやったんだ。高橋って結構強いんじゃないの何とどめは何だったの高橋は。高橋、なんてとどめをしたののりこのフローは。どうだったのいや、枠終わりかよって。だって相手も上がんなかったらやる意味ねえだろ。うん。慣れ合う俺慣れ合わないで全然。 いやどれさんは放送中で今。あ時給680円がとどめだったんだ。パワー、パワー、なんつうんだっけパワーフロー、パワーリリック。なんだ、パワー、パンチライン。パンチラインは680円なんだ。やべえな。喧嘩突つつ、最強が現れたんだ。あ、自爆系だったんだ。うん。なるほど。お なるほどアイテムくんないのねえアイテムちょうだいよアイテムのんちゃん賢いよめちゃめちゃ賢いだよ、うん、いっぱい教えてくれるもんのんちゃんめっちゃ賢いだよあのん高橋がのり子を攻めきれなくなったんだ、うん、アイテムゼロだよ 風船もバーガーもハートもパフェも花火も大花火もでこんな、こんなのは恥ずかしくてやめらんないよ。だって400人見ててさ、アイテムゼロとかやだよ俺。ちょ、頑張ろうぜ。もうアイテムでフィニッシュマジかよ。そょ、気持ちいい、メガホンとかさ、なんかあるでしょなんか。喧嘩とつアアイテム飛ばないのだってのんちゃんが初勝利を2連勝した日だよ。めでたい日なんだよ。彼女頭めちゃめちゃいい。 うん、ありがとうのんちゃんにハートありがとうありがとうございますうす、ん、のんちゃんがお金持ちだからアイテムいらないやのりこと俺の財布は別のりこと俺の財布は別何度でも言うよ俺は俺は俺は別。バカありがとう うん、彼女不潔でよく平気だううんーとね、唯一のね弱点がね、お風呂は3日4日平気で入らないところなんだよね。メガホンありがとう。いや、ファンタスティックじゃなくてさ、なんか、ちょっと景気よくさ、そこは。ポーンと、ポーンと来るんじゃないのそこは。リスナーさんがポーンと。ありがとうバーガーん個ありがとう。うん。のんちゃん枠開けたら花火5発は投げる。 うーん、のんちゃん配信者じゃないかな。うん、いや、のんちゃんが金持ち、のりこ資産かって言っても、俺とは何の関係もないから、俺とは。臭いよ、粘土みたいな匂いする最近。歯磨きはめちゃくちゃすんの。意味がわかんないの。歯磨き10分ぐらいすんの。ビビるよ。毎日歯を10分ぐらいすげえ全部磨くの。全部。ありとあらゆる方法で。メガホンありがとう。 すごいんだよね。久々に来たありがとう来てくれて。いや、さすがにエッチするときは頼むよって俺が頼み込むよ、ほんと。いや、ちょっと頼むと。うん。だからもうセックスレスですよ、はっきり言って。セックスレス。うん。最初はね、おっさんの匂いだったから我慢できてたの。まあ似たようなもんか、みたいな。なんか俺の匂いかなと思ってたら、明らかにのりこの頭からおっさんの匂いするようになって。 ちょっときついなとは思ってたけどまあまあおっさんだしまあし俺もおっさんだからしょうがねえやと思ってたんだけどさすがにね粘土は怒ったねくんにめちゃめちゃするよくんにめちゃめちゃするよ俺はうんそうなんだよね、うん、いやだからねもう必然的にねちょっといろいろいろもう、うん、いや元気元気いやのんちゃん強いんだよね うん、入浴剤っていうかね、な、何が原因か分かんないんだよね、ちょっと。のんちゃんがお風呂入らないのは。うん、歯磨きはめちゃめちゃする、のりこは。びっくりするよ。ずっと磨いてるから。のりこはね、ウッフーンって言うよ。ウッフーンって言うよ。俺、最初びっくりしたんだもん。最初エッチするとき、ウッフーンって言うから、 うふ俺初めて聞いたと思った。ハートプレゼントありがとう、うん。そうなんだよね。のんちゃんはそうなんだよ。実はね、喧嘩口喧嘩だけ強いネット弁慶タイプじゃなくて、ファイターとしても優秀だから、うん。いや、本当だよ。のんちゃん、うっふーんって言うの。うん、あ、一年,年前ですね。ありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。俺はくんに好きだよ、うん。そう、うっふーんって。 だから今度からのんちゃんが画面に映ったら、うっふーんって書いてあらいいよう。うっふーんって。アイテムあげたら誰だかわかりますよ、僕は。はい。僕にはわかります。ただ、あのー、リスナーさんは絶対に誰だかわかんないです。あ、そうそう、うつ病だからね。だから、あのー、結構ね、お風呂、あの、入らないとなと思ってんだよね。うん。そう、殴るし。後頭部からっていうか、頭頂部から持ってきてる感じだね。 頭頂部系男子だねうん何でもできるからねすごいよなノリコってすげえ優秀だよな何何をやったらもっと才能が開花するんだろうよくよく考えたら喧嘩突もできるなんて才能の塊でしょこの子、うん、ありがとう211号さん花火ありがとうノリコ頑張ったありがとうありがとうございます のちゃんは頑張ったねそっかジェダイさんとか結構手強いはずなのになあの人ペラもあるでしょ、うん、風船ありがとう、うん、よくねひろゆきひろゆきつあのね髪の毛が長くなってくるとひろゆきひろゆきすげえ言われんのでもね俺ひろゆきさん見るんだけどぶっちゃけ話で話して言うとあのすごすぎひろゆきさんが頭良すぎてついていけない感じなの俺が だから、憧れてるのは、ひろゆきさんじゃないのよ。文化人でね、好きなのはね、岡田敏夫さんとか、あの、町山さんとかをめちゃめちゃリスペクトしてて、あの、歌丸さんとかさ、いろんな人見るのよ。あの、水道橋博士とか。で、ひろゆきも、堀江門も見るし、トマべ秀ひにハマってた時もあるけど、あんまりね、俺、ひろゆきはね、俺はこの人になれないって思ってるから、似てるって言われるのがよくわかんないんだよね。真似てないんだよね。 あ、ジェダイさんも大卒なんだ。なんか賢そうだもんね。のんちゃんのうふんにハート花火とメガホン200個ありがとう。ありがとうございます。宮崎哲也さんはマジリスペクトだね。マジリスペクト。宮崎哲也さんは。声は岡田敏夫に似てるあ、多分ね、太ったら岡田敏夫かもしんない。喋り方似てきてる誰にひろゆきさんに俺、ひろゆきの動画見るけど、 すいません。なんつーんだろうすいません。すいません。すいません。しゃべり方っていうかね、あのね、トークの組み立ては似てると思う、正直。あの、声質とか顔とか全く似てないと思う。ただ、トークの組み立て方っていうか、対談する時とかって、あのね、ひろゆきさんと俺は似てるやり方すると思う。ただ、数段どころか、数十倍、数百倍上では手要はね、持論を一切展開しないの。 全く持論を展開しなくて相手の土俵だけで打ち崩していくっていうスタイル。うん、あ眉毛上げんの昔からだからな。うん、ていうかね目が悪いんだよ俺。これでも合ってないの。だから単純にこうやってやんないと見れないの。うん、こ,こうやってやるのはそのなんつうの目を見てコメントをしっかり見ないとっていう癖目が良かった頃やんなかったもん。 うんえのんちゃん普通に美人でしょ俺あの変な話なんだけどなんかのりこブスとかいうやつ47歳でこれだけ可愛い人俺見たことないんだけどあの煽りとかじゃないよいや俺が物っなのかもしんないんだけどのりこは普通に47歳で可愛いと思わない 俺が変なの。俺普通に綺麗な人だと思うよ。実芸能人とかではいっぱいいるけど、47でだよ。うん。47でさ、これだけ綺麗な人いなくないで、普通に美人。だってすっぴんだよ。うん。すっぴんだよ。あ、まあ可愛らしいよね。可愛らしいよね。スタイルもめちゃめちゃいいんだよ、のんちゃん。 ま、あ石田ゆり子はほら芸能人で綺麗なのが職業だから素人でだよ。その辺にいるのんちゃん。いないでしょ。あ、学生の時の写真可愛かったよね。美人だよね。ま、あその、なんつうの、アイドルみたいな美人とかじゃないよ。でも普通になんか、ちょっとね、ちょっと告白したくなるような感情あるよね。まあ、あなんか、学年のマドンナは言わないけど、まあ、クラスに クラスでまあトップ3に入るぐらいの。ねハートありがとう。ハートありがとう。うん、すっぴんだよ、のんちゃん。うん。メイクしてる写真は、あのね、YouTube に何個か載ってると思うよ。うん。顔見せないなら察しレベル。いや、さっきまだ顔写ってたじゃ化け物うん、化け物 熟女好きからは理解得られてるっていうかね、多分ね、その、なんだろう。みんなね、なんつうんだろうな。30代の男性が、俺と同い年ぐらいの男性が多分書いてるんだと思うの。だから、あのね、50代の男性とか60代のリスナーは、のりこは綺麗だって言うよ。その、のんちゃんより年上の人は、のりこすげえ可愛いって普通に書くもん。うん。うん 違うんだよ整形が崩れてるんじゃなくてのんちゃん皮膚病なのね。でみんながそうやって書くとね本当に水がブツ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 できてきてのんちゃん減らっちゃうとここがブツブツするのよ。でバリバリ書いてそれで顔出したくないって言った。だからねやっともう半年ぐらいずーっとケアしてその大丈夫だよっつって精神的に落ち着いてきて今肌綺麗になってるのよ。だからねあんまり言わないであげてほしいの。せっかく肌綺麗になってきてその やっとスピンでもね顔出すようになったのにさみんながその何つうの顔のこと言ってストレスでねぐちゃぐちゃになっちゃうんだよその病気なの皮膚病なのねストレス性の、うん、まあ飛び抜けてっていうか普通に美人だよねうん、うん、そうそうそう若い子の写真見たらわかるよ肌ツヤツヤじゃないのよケロイド状になってんの あのそれが今ようやく良くなったんだよ半年ぐらい経ってそうだからね整形顔とかね言わないであげてほしい本人すごく気にしてていや整形してないよそう鼻とか目整形してないよ、うん、あ整形はしてないけどねあのリストカットはこっからここまで全部もう刀傷なのね、うん あのね、多分ね、みんな弾くっていうレベルじゃなくて、いろんなリストカッターのメイヘラちゃんたち見てきたけど、ノリコはこっからここまで皮膚が刀傷なの、全部。<laughs> すごいよ。俺、ベルセルクのガッツより刀傷多いやつ初めて見たから。うん、ベルセルクのガッツな身も刀ぐっちゃぐちゃだから。見たいって、あの、ほんと、あのね、あの、俺が言うんだから間違いないよ。ほんとに。 とんでもないそれもねやっと俺と付き合ってからリスト買ってやめたんだよいやかっこいいとかじゃないよみんなのんちゃんのこと知らないんだよ俺付き合った時大変で付き合った当初メスで頸動脈刺したりしてたんだよいや笑えないよ本当に昔から見てるリスナーさんからすると大変だったよね飛び降り自殺配信とかさ頸動脈ぶっ刺してここ今でも刀傷残っててあと1ミリずれてた多分行ってたよあいつうん いや、今もう、その、付き合ってんの約束なのよ。いや、鮫島さんとかいうレベルじゃないよ。鮫島さんがやりすぎっていうぐらい弾いてたもん。リストカットに関しては。のぞみさんが弾いてたぐらいだからね。のりこさんこれダメだよって言ってたよ。ダメだよこれ。なんかさ、ダメだよって言ってたよ。うん。いや、ショックくぐり抜けてるでしょ、完全に。 のんちゃんにね優しくなったよね両腕じゃない左手だけねバック爆走も襲撃してるしミュウツーも襲撃したし、うん、あーどうなんだろうねのぞみさんねだからねあんまりねのんちゃんを温かくね見守ってあげてほしいの、うん、本当にそうだからそのなんつうののんちゃんに出てほしいって っていう声が多いのもそうだし俺もそうだと思ってるからあのね初見とかがいじるのはいいかもしんないけどうちのリスナーは俺は叩いていい俺はいくらでも叩いていいけどのりっこは守ろのんちゃんの悪口は禁止だからって強く言おう俺は詐欺だのハゲだの言われてもいいの全然いいでものんちゃんが配信のこと嫌いになったらこういうさ機会がなくなるんだよ俺はそれもったいないと思ってんの ノンちゃんが普通に「和堂さん今日私喋る」って言うぐらいがいいんだって「のりこだけは守ろう」「りこだけは」「のりこの悪口はちょっとやめてくんない?」みたいな空気で行こう俺はいいからうんそうメイヘラだから魅力あるっていうわけじゃなくてねあのよく俺の放送を見てくれてるクソカスカオスっていう配信者がすごくいいこと言ってくれて「和堂」って「ノンちゃんはメイヘラじゃないよ」って「ノンちゃんはアーティストなんだよ」 って言ってくれた時に俺はなんかすげえ響いたね、うん、俺は響いたね、うん、悪口になれるっていうことはないねやっぱねそれはね書いてるあ薬取り出してるほらザラって聞こえたでしょほら今何飲んでんだ命の母公年期障害出てきちゃったからお前らのせいで お前らがのんちゃんのことをいじめるから命の母を飲み始めたんだよついにいいのねえいいの俺の彼女に命の母を飲ませないで更年期障害の薬だからうん、うん、もうダメージを負ってるんだよ心にいや更年期障害出ちゃったんだよお前らが書くからババアババアとかお母さんとか書くからのりこはもうダメだっつって命の母を出してきたんだよこうやって えちょっとパッケージ<ん>エースなのかエースじゃないのかによって話が変わってくるらしいピンクだよピンクえー、これはエースなのかな命の母見えてるみんなこれ命の母エースってやつのいやネタにはするけどそれでもリスナーはのんちゃんだけは守るべきだと思うのりこだけは守るべきだと思う俺はありがとうのんちゃんピン,クだピンクなんだ 白の方じゃないぞ白の白方が強いの白の方は若い人が飲むやつあ本当のババアが飲むやつそれやべえな、うん、何に聞くのだから更年期障害の薬だって、うん、飲みやすいタイプじゃないって、うん、本物のタイプだって、うんうん、ラムネと変わんないいいんだよ、うん、エースが最強なんだいや聞くかどうか分かんないけど もう俺には止めることができないから申し訳ないけど申し訳ないけどのりこのねえのりこのことはのりこでそうどうにかしてもらわないとメンヘラにだってさ楽しむ権利があると思うよ二百二2五さんあどドレさんポポンエス飲んでるんだどうしようもねえな本当にうん スネアーバックソフトは持ってないですね一応俺がねこの前検証したのはコメントビュアでは見れなかった音割れ音割れてる、うん、いやだからなるべく出さないようにはしてるんだよ、うん、命の母は男には効果ないんじゃん分かんないけどねえ俺はのんちゃん大好きだよプツプツ言い始めた うん、ありがとうね。こんなね、あの、あれな枠なのにアイテムくれて、本当ありがとう。すげえ嬉しいよ。ぷぷぷって言ってる。うん、お茶っぱタイプの命の母が聞くんだ。まあ俺はよくわかんねえからさお。俺もまあこれから更年期障害とか来るんだろうな。ああ、ビューのバージョンなんだ。俺のは最新バージョンだよ。 まあもしよかったら命の母俺の家に送ってきてくれよ。うん、頼むよ。命の母がいくらすんのか知らないけど。うん、えなんかいいやつがあるって書いてるよみんな。お茶っ葉タイプがいいとか、エースがいいとか、エクナンとかがいい、エクノールがいいとか。うん、男性の更年期障害たち悪いのはお前誰とは言わねえけどさ、誰とは言わないけど、 ねえ。ああ、とある配信者見たらわかるだろう。男性と高年期障害の立ちの悪さなんか言わなくてもわかってるだろう。この時間帯にいる人だったら。大変なんだから。手に負えないよ、本当に。俺が一番被害受けてるっつの男の高年期障害のひどさは。お前、プライベートで3時間も会話するんだぞ。ずっと喋ってんだぞ。勘弁してくれよ。 いや誰とは言わないよ本当にしょうがないよ。立ち悪いよ本当に。枠やってるもうみんな知ってるでしょ。どうしようもないんだから。うん。いや悪口じゃないでしょこれは。うん、悪口じゃないよ。うん、いやすごいよ3時間は笑ったよさすがに。風船ありがとう。風船ありがとう。 じゃあ、そろそろね、高年期障害の人に枠引き継ぎます。高年期障害の人、よろしくお願いします。ドカッと行くよ。閲覧伸びるよ。じゃあ、お疲れ様です。まあ、ね、誰とは言わないけどね。誰とは。